お、どうも普通堂々になるわけです。ホームスナー、どうもムスタムです。はい、というわけで、今日の企画なんでございますけども。先日ね、ビジュアル系バンドのファンの名称当てっていう動画を撮ったんですよ。撮りました、見ました、見ました。そう。あれ、まあ、ガッティ君とダスト君にやってもらったんですけど、はい、今回ムスタムさん単独でやってもらおうかなと。はい、はい。なんとなくわかります？わかりますよ、もう。例えば、ルナシーだったら。あとスレイブ。スレイブ。これ覚えてたんですよ、それ。おー、いいね。僕がビジュアル系バンドの名前、ポっていうので、ファンの名称をちょっとムスタムさんに当ててもらいたいなと。じゃあ早速やっていきましょう。はい。わしょい。ムスタムさん一応ムチ枠として存在してるわけなんで、ちょっとその、そうですね、簡単めでいきたいですね、最初の。そうですね、もう当て分けでいきますかね。全然何言ってかかんねえ。R 指定でいきましょう。R 指定かぁ。よし、じゃあもうちょっといっちゃいますよ。わかりました。お願いします。アダルト。ああ、なるほど。これ違うんですよ。おお、何でしょう。もう一回ぐらい言っておきます。言ってます。急にめちゃめちゃマジじゃないですか。どうしよう。じゃあこれでいこうかな。シンプルに。R。僕に見せないでカメラにしてもらっていいですか。R。残念。うわあ。答えはまあ男と女で別々になるんですけど。あ、そうなんですか。指定女子または指定男子。ああ、指定取ったか。そうですね。ちょっと R は少しちょっと惜しかった感じですね。次行こうか。じゃあキャンゼル。キャンゼル。はい。キャンゼル。超極細ですねこれ。超極細っしょ。パッキング見た感じで。キャンディー。あ、違いますね。キャンディーズ。いや、それ違うグループです。キャンデルか。キャンゼルね。エンゼルみたいな感じですか。結構ヒントとしては比較的難易度は低いっていう。マジで。結構かなんかそのまんまって感じ。はい。はい。キャンゼラー。正解です。おぉおいいね。やったね。キャンゼラーです。よし。じゃあちょっとひねったやついきますね。はい。少女ロリータ23区。少女ロリータ23区。はい。なるほど。っていうバンドがいるんですよ。なるほどね。じゃあ23区があれかな、肝かな。お、じゃあこれでいこうかな。はい。トビン。あー、違いますね。あー、違うんだ。23に着眼点を置いてることは全然間違いないです。あ、全然 OK、 全然 OK。 はい。はい。じゃあクーズ。23区の図でクイズ。はい。はい。23人。あー、惜しいねー。めっちゃ惜しいわ。マジで？うん、ほんと惜しかった、これは。正解はね、23個ですね。23個惜しいわ。いや、惜しい。23に着眼したのは悪くなかったね。そうね。もうこれはもうほぼ正解でいいと言っても過言ではない。その 0.5 点だね。0.5 点。マリス・ミゼル。マリス・ミゼル。はい。ガクトさんがボーカルをやられてたバンドですね。はい。はい。パラディ。違いますね。うわぁ。全然違うか。全然違いますね。全然違うんだ。漢字。漢字。はい。かそのまあ、一応2つあって、うん、もう1つの方は簡単なんですよ。結構簡単にポッて出ちゃうんで、そのうちでできれば難しい方をちょっとね、当てていただきたいなと。側近。あー、ちょっと惜しくもないけど、まあ悪くはないですね。悪くはない、なるほど。側近よりももっと近い。もっと近い。うん、腹心。あー、違いますね。もっと近い。もっと近い。これ以上近いのは逆にもうこれなんじゃないかと。はい。はい。本人なんじゃない。本人なんじゃない。これ違いますか。近すぎますか、これは。これ近すぎたな。近すぎたか。もうちょっと離れるか。秘書。あー、違いますね。秘書だとさ、側近ぐらいじゃない。側近ぐらいか。家族。あー、もうほぼ正解。マジで。うん、血族。血族か。そういうことか。そうね。親戚的な意味でね。そう。あ、じゃあ、XJAPAN わかります？ XJAPAN？ Y ですか？違います。違う。書いてください。ちょっとこう、血族と似たような感じはあるかもしれないですね。これも漢字っていうか日本語ですね。その英語じゃないです。もうちょっと長いです。あ、もっと長いんだ。もうちょっと長いです。結構ヒントを出しますけど。結構出しましたね。はいはい。お年玉もらえるくらいの間。どうでしょう。ちょっと長めのちょっと新鮮っぽいですか。血族みたいな。この程よい距離感。いや、もうギャグ点で5億点あげたいよ。よし。一応じゃあ由来はその、まあ、トシさんいるじゃないですか、ボーカルのがライブ中に俺らはと叫んだのが僕やだから、もうそのままです。そこがこれでもなんかいろいろなんかありそうなセリフじゃないですか。血を分けた兄弟。あー、惜しい。
惜しい。あマジか。ひらがなはないです。ひらがなない、ない、全部漢字。そっか。うわー、わかんない、なんだろう。正解したい。漢字か。あ、これかな。あ、わかった気がする。マジで。うん、やべえ、これこれかもしれない。マジで、マジで来た。運命共同体。正解。嬉しいわ。いや、ありがとうございます。